開業時の前景南西角より、アリオやおは大阪府八尾市に所在する複合商業施設である。伊東洋華堂と三井物産の共同出資会社であったモール SC 開発が新業態、アリオとして運営する大型ショッピングセンターであり、アリオとしては5店舗目、関西地区では初の出店となる。2006年12月4日に営業を開始した。開業時点では、 伊東洋華道を各店舗として160以上のテナントが出店しており、地上5階建てで小売店舗面積は4万1000平方メートルである。国与八尾工場跡地に建設された。施設の設計、指向は竹中工務店。各店舗は伊東洋華道割を八尾店。その他の主要施設として座席数で関西最大規模となるシネマコンプレックスムービックスや尾。 トヨタ自動車とダイハツ工業の販売店5社を集めたオートモールがある。ただしオートモールに関しては、ダイハツが2018年10月9日に、大阪トヨタを除くトヨタ系販売店3社が2019年1月14日に撤退しており、残る大阪トヨタが2019年6月20日まで仮店舗で営業を行い、同日リニューアルをオープンした。最寄り駅は、 近鉄大阪線近鉄八尾駅。隣接地には、同じセブンアイホールディングスグループ企業である祖母、西部が運営する西部八尾店があり、アリオ、西部、近鉄八尾駅を相互に結ぶペデストリアンデッキを設けるなど、グループ内で相乗効果を狙ったが、むしろ西部の顧客がアリオに流出する逆効果となり、2017年にテナントを残して西部は撤退、 リノアスに転換した。1階には、交通広場が設けられ、路線バスやタクシー乗り場のほか JR 八尾駅、JR 九宝寺駅、JR 四季の駅からのバスが運行されている。なお、2019年4月現在は、館内の超階層が実施されている。出店テナント前店の一覧、詳細情報については公式サイト、ショップガイドを参照。1階に、 アリオやオーバスターミナルが設けられており、近鉄バスの運行拠点の一つとなっているほか、大阪バスの路線も乗り入れている。近鉄バス昼間以外の時間帯は、アリオやオには、乗り入れず、近くにある、光町2丁目から利用することが可能。運行経路上、アリオやオに乗り入れない70番は、近鉄や王駅前から利用することが可能。大阪バス運行経路上、 アリオやオに乗り入れない伏せや汚染は近鉄やオ駅から利用することが可能。ありがとうございます。